これ2対1だぞ、大丈夫か僕。はい、これ強い。こうなるんですよ、ゲインが。はい、それは追いつくね。はい、どうもこんばんは、カザです。今日はですね、ポケモンユナイト2本目の動画撮っていきます。でね、2本目ということでね、僕がこの前ね上げた動画で1本目ピカチュウを1番使って世界一になったと紹介したんですが、今回はね2番目に使ったキャラクターゲンガーを紹介していきます。この時の僕、またこれ録画なんですけど遊んでますね。みんながどんなトレーナーの服を着ているのかっていうのめちゃくちゃ気になってますね。はい、じゃあ飛ばします。はい、始まりました。今回使うのはねゲンガー。最初はね、ゴースの状態から始まって、ゴースとゲンガーっていう風にね、レベルが上がるたびに強くなっていきます。最初のレベルアップはね、5レベを目指して頑張ります。で、最初はね、このね、ヨーテリかな、倒して、ルンパッパ。で、青バフ、赤バフっていうね、ジャングルの基本のものを取っていって、そっか、まだこれの紹介もしてなかったかな。ゲンガーはジャングルというね、ところに、メインで行って上下のルート、今ね2人ずつ行ってると思うんですが、そこにね奇襲をかけていく感じで立ち回りをしていきます。でこのね赤と青を持った状態、バクロンカを倒した状態、ルンパッパを倒した状態でヘイガニをね2匹狩ると、ちょうどレベル5になってねゴーストに進化しますね。もうすぐ進化します。でなるべく劣勢の方に行きます。今だったら下がねマップを見てもらえると分かると思うんですが、攻められている。ここでカメラを動かしてねステージを見渡していますね。ちょっとカメラに映っていない部分があるが。で味方がね強いのでヒバニをやってくれました。そしたらねもう裏から行きます。裏から毒を当てて下で舐める、行きますね。でゲンガーを使う際の注意ポイント、シャドウボールとリメクイは取りません。圧倒的にねヘドロ爆弾はね序盤が弱いから、そんなに単体では強くないから取らないっていう方もいると思うんですが、終盤のねことを考えると、ね、7レベルから圧倒的にねこっちの組み合わせの方が強いです。うん、ゲンガーの弱点としては7レベルまで弱いぐらいですね。うん、こっちのねやっぱりね畳目っていう技が強いから、それを覚えるまでもうせかせかと経験値の多いね中央レーンの野生のポケモンをね勝って頑張っていきましょう。まあ、多少この時にね自分が倒されるわけではなくレーンで差がついても全然7から取り返せます。で敵のポケモンも1回キルしているのでここで7レベルになります。でねもうね上の平野には取らなくても7レベルですね。なので上に行きましょう。でこのたたり目が強いんですよね。まあ見ててください、このヘドロ爆弾当ててたたり目、はい飛びます。ガバイトの HP 一瞬で飛びますね。そしてたたり目をね毒状態、まあ、毒に限らず状態以上の相手に当てるともう一回たたり目が使えるっていうキャンペーン付きなんで、めちゃくちゃ火力が高いです。まあ、シャドウボールを取ってしまうとこのたたり目が連続発動できない。おっと下が3人で攻め込まれている。ここでね後ろからヒバニーはちょっとラビットが気にして、おい1回目、2回目、こんなに削れる。でもう1回発動もできる、強いですね。でここはね多くを欲張らないのがいいと思いますが、欲張っていく。状態異常がねついていない敵に当ててしまうと今みたいにねフルランはリセットされないので、ヘドロ爆弾を当ててから畳目を入れるっていうのがねゲンガーの基本コンボになっています。そしてね畳目の時ね相手のすぐ近くに出て攻撃するんですが、その間無敵なんでね、それを駆使して今これやるかな、やんなかったわ。バクロンの攻撃とかもね全部避けれるんで、上手い人になってくると多分ね敵の攻撃を見て避けるっていう使い方もできるのでだいぶ強いですね。そして上がまた3人いるので見ましょう。相手はロトモをやっています。
これはロコムを取った。そう、ユナイト技。これはね、自分でも賢い選択をしたと思いますよ。そして怒涛の攻撃、怒涛の攻撃、ロトムもいるぞ、怒涛の攻撃。はい、これでいいですね。2連続 KO を決めました。3連続 KO でしたね。はい、僕のゴールはなりませんでしたけど、3連続 KO 見事に決まりました。たたり目をね、連続で発動できるっていうのがね、強いし、あとね、こうやってね、逃げることにも使えます。たたり目は相手がせっかく追いかけてくれて、来てくれたけど、ここね、たたり目脱出パックでね、すごい距離まで逃げてしまって相手は追いつけませんでしたね。こういうね、逃げにも攻めにも転じるたたり目は、今何やってんだ僕ヘドロ爆弾暴発したぞ。そう、今ね、多分いいプレイをねした後ね、ほうけてしまって、なんか平眼状態だったけど、絶対ここうろうろしない方が良かったですねたまにあるよな、こういうゲーム。で、11秒になるとね、ヘドロ爆弾がこの時間が伸びるんで、あ、今みたいにこういう風に当たり目で避けれます。ヘドロ爆弾のね、時間が長くなる、どういう利点があるかっていうと、当たり目を押した時にね、クールダウンが解消される率がね、上がりやすくなるということで、当たり目でね、ミスをしなくなる。あ、もうこんなに軽く出る、素晴らしいね。というね、利点が出ますので、このレベルアップは大きいです。めちゃめちゃいる、みんないるじゃんアイドル岩パレスがバックドアっていうね、後ろから出てくる。これ2対1だぞ、大丈夫か僕。はい、これ強いこうなるんですよ、ゲンが。はい、それは追いつくね。この距離でね、敵に接近できるにもかかわらず連続で発動できる、あのゲンガーのヘドロ爆弾を食らった相手はね、もう避ける手段は、避ける、逃げる手段はありません。はい、そしてたたり目の威力が上がる、たたり目プラスにもなりましたね。こっからは外したな、ヘドロ爆弾を外しましたね。ヘドロ爆弾を当たった相手はもう逃げられないでね、もうね、下の方割れてるんで、あんまり行く意味ないかなと思って僕は撤退してます。最後のゴールってね、なかなか決まんないんだよ、相手の陣地が遠くて、相手の陣地が近くて。なんでね、上の方が壊れてない場合は、そっちはもう捨てちゃって上に行くのも正解だったりします。そして岩パレスが行きますね、行ってった。そして上が戦ってるんで助けに行きましょう。当てろ、ここで当てる。そして畳目、そして畳目、ヘドバク畳目、決まっていきますね。ヘドバク畳目、次ユナイト技畳目。そう、こんなにダメージが出てしまう、強かった。さすがに体力が減ったので帰ります。なんと80分の80でしたね今我がゴールは無傷です。下はね、そろそろ壊れてしまうかもしれませんが、3だね。順調に敵のキルを重ねてって、そろそろサンダーが湧きますね。けどね、こんなに勝ってても大差でリードしてても、サンダーを捉えてしまった場合ってひっくり返ること稀にあるんですよね。結構多分今ね、500点はリードしてないから、ここでね、50を持ったやつをサンダー取ると、だいたいボールみんな50配られちゃうんですけど、サンダーの要因だけじゃなくてね、キルとかも含めて、それを取られてしまいますと敵に500点入るって単純に考えると、割とね、体験前やった人ならね、500っていう数字がめちゃめちゃでかいっていうことが分かると思います。けど味方のね、人たちがめちゃめちゃ強かった。てか集まりがいい、ちゃんとサンダーやりたい時に5人全員いる。月光川は途中で死んでしまったけども、ちゃんと全員いるっていうことがね、やっぱりこのゲームね、まあ、どのゲームでもそうか、チーム戦は数が多い方が勝ちますまあよっぽどのことがない限りね、数の多い方が勝つので、まあそういうことですね。サンダーやるときも多くの人数でちゃんと集まることが大事ですね。はい、そして混戦状態、混戦状態、僕死にそう
やっぱですね、割と強いですよね、これ。いやー、これは死んじゃうかなー。やっぱですね、連続 KO だね。で、これ避けることができたけども、死んでしまう。そして月光が対岩パレス。いいですね。あれちょっとカメラが動かない。あ、やっと動いた。で、岩パレスに圧勝してますね。やっぱりあれだね。月光川煙幕が強い。本当に。あの、水手裏剣となんか、区内で殴るやつの2種類がありまして。おお、よく止めた。よく止めた。もうこれは勝ちでしょうね。サンダー取れなかった時点でね、相手のもう、負けはほぼ決まっちゃってたかなっていうところありますが、よく止めましたね、月光が。いいですね。私らがもうめちゃめちゃ頑張ってる。このチーム、ナイスチームでしたね。ゲームセット。これ圧勝させていただきました。725対183。対戦、ありがとうございました。みんなもよければ製品版をリリースされたら、ゲンガー使ってみてはどうでしょうか。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。また次回も見てくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。次回をお楽しみに。バイバーイ。